横手市内のワクチン接種に関しまして、65歳以上の皆様への接種または予約状況は、24日現在27,033人、77% でございます。このうち1回目の接種を終えた方は15,908人、 46% となっており、順調に進んでおります。また来月15日には12歳から64歳までの方に接種券を発送し、10月末までに市内の8割を超える皆様への接種を完了したいと考えております。このようにワクチン接種が進みますと、今後は本格的な経済活動の再開をいかに進めていくかが重要となります。私は横手市の経済活動にとって重要なキーワードの一つが、秋田自動車道の4車線化や東北中央自動車道の整備促進であると考えております。秋田自動車道の4車線化、特に大曲インターから北上ジャンクションまでの間につきましては、ここ3年連続で事業の実施が許可され、早期実現に向け一歩前進したと言えそうです。しかしここに来て、今年5月1日に発生いたしました宮城県沖を震源とする地震の影響により、岩手県西和賀町道の駅錦秋湖近くの国道107号において地滑りが発生したため、現在は全面通行止めとなっており、4車線化工事の際、迂回路が必要となった場合の工事などに影を落とす結果となっております。この全面通行止めで西和賀町の皆様の生活に大きな支障もきたしております。国道107号の代替道路として秋田自動車道の通行無料措置を取っていただいておりますが、お年寄りや女性の方には、の中にはですね、高速道路が怖くて走ることができない方もいらっしゃるとお聞きしております。また、西和賀町から平賀病院、横手病院、そして大森病院に合わせて延べ年間2800人を超える方がご利用いただくなど、県境を超えた生活圏が長年にわたり形成されております。中でも出産など高度な医療は横手市内の総合病院がその責務の一端を担っております。こうしたことを考えますと、国道107号の復旧工事は私たちにとっても重要な課題だと考えております。このため私は今週西和賀町長と一緒に国交省や財務省、ネクスコ東日本本社、秋田岩手選出の国会議員の事務所を訪問し、この課題の重要性とともに工事の促進の要望を行ってまいりました。道路は経済活動のみならず、市民生活に欠かせない社会インフラでございます。特に秋田と岩手を結ぶ重要なこの2路線は、横手西和賀町のみならず秋田県全体にとって重要と捉えております。コロナ収束後の再スタートをいかに切るか、待ったなしの状況と捉え、今後も国や関係機関に要望を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。